こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は準師範審査3人目です。素晴らしい演舞です。ぜひご覧ください。
まだすごく硬さがあって、こう肩もすごいこう上がってる感じがして、こう見てて、今日のね、5、10っていう稽古予定だったんですけど、その5の部分がまだまだ強くて、このまろやかさとか柔らかさっていうのがもうちょっと欲しいなっていうふうに思ってたけど、今回、ものすごくこの、もう何ヶ月かじゃないですかね、すごく肩の力が抜けてきて、やっぱり柔らかさ、まろやかさを感じられて、すごくいい、今日、いい演舞を見せていただきました。股関節もすごく硬かったんだけど、今回はもうすごく緩んできて、なんか多分相当努力されたんじゃないかなと思うので、マスタークラスでも課題があって、やっぱりちょっとこの股関節のね、なんか硬さが、ね、あるなっていうふうに感じたけど、今日はすごくやっぱ緩んできて、良い動きでした。本当、おめでとうございます。合格でした。素晴らしかったです。ね、この年月重ねて稽古してきて、時間の光がなくて。まあ、この6年間大変稽古を積まれて努力されてきた成果が現れたように思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。